人々はそれらと出くわしたとき、なすすべもなく、ただ恐怖に突き落とされてしまう。そんな混沌とした闇に一筋の光を差すべく、日々戦い続ける者たちがいた。人は彼らをこう呼んだ、霊能力者と。今回、俺は除霊の依頼を受けた。依頼人はこの周辺で変なものを見たらしい。変なもの？それは何ですか？彼女もはっきりわからないようだ。ま、ただのいたずらかもしれない。師匠、あれが変なものですか？ん？悪霊、三匹か。モブ、手を出すなよ。今回は俺がやる。潮の期限が切れたようだ。よって、除霊ができないようだ。師匠、大丈夫ですか？大丈夫。後の仕事は僕に任せてください。いい仕事ぶりだ、モブ。あとは任せた。俺は塩を買わなくちゃな。はい、師匠。終わらせます。終わらせます。見つけたよ。
見つけたよ。他に残すことは終わりました。師匠、あ、さっきはびっ、わかりました。師匠、何かよ。
集団走行。ああ。はい。どれ？一丁。そこの弟子、何やってんだ。モブ、お前も来るんだよ。日が暮れた。モブ、聞いてんのか。でけえ。わかりました。よっ、バッカ、誰が序連。師匠はさすがですね。心霊スポットって。だから俺たち、師匠、何かか…そうだな。鼻詰まりが関係あるんです。俺くらいになるとな。感じるなんてもんじゃないです。12、18、いや、それ以上です。感情に絡まれて…行きます。よし、雑魚は任せた。モブ、わかりました。何者だ、悪霊か。し、すまん。
見つけたよ。ありました。